はい、ではグッズショップの方にやってまいりました。はい、このステンドグラス風な、これめっちゃいいっすよね。これいいわ、めっちゃ。さあ、今からちょっとですね、グッズを購入していきたいなと思います。グッズ買ってきました。8000円以上買うとこのオリジナルのストッパーもついてくるっていう。8000円、なんか今までで一番高いですね。そういうなんか何円以上でこれついてくる、これも物価高のせいでしょうか。というわけで一度ねちょっと戻りたいなと思います。このグッズまた開封します。はい、ではですね、皆さん、二次元の森と鬼滅の刃のコラボキャンペーンのですねグッズ紹介したいなと思います。こちらがですね、さっきも言いましたが8000円以上買うともらえるショッパーでございます。8000円です8000円ですよね。ちょっと高いな。ではまずですね、はい、こちらが、そのイベント参加するともらえるうちわですね。あの裏表で昼のやつと夜のやつがなってますね。はい、そしてですね、まあ、こちらはちょっとネタバレになっちゃうんで、はい、このねセット、はい、一応ねこちらにはあのいろんなセットがこうなんか入ってるんで、なかなかですねこれはもうネタバレ禁止なんで、ぜひ皆さんあの参加してやってみてください。そしてこの昼の任務達成でもらえるのがこの木、ね、木製のキーホルダー、これがね、今日私は時と思い出でした。はい、そして、こちらが夜の、夜の頃ね、夜あのさっきコーンってやってたあの木札がこれね、これ多分なんか入ってるんでしょうね、この中に、ね。そして、こちらがその木、その何、タッチしたあの箱によってもらえる、最後にもらえるこの剣文録、私は甘露寺さんでした。一応この辺は同じだけど、こっちは違うんだよね、これね、甘露寺さんバージョンか。はい、皆さんは誰をもらえるのかですね、ちょっと楽しみにしておいてください。ぜひ内藤奥ね、まだまだ1月までやってますんで、はい、いけますよ。はい、そしてこちらがですね、メニューについてたコースターです。コースターがねたくさんあります。こちら、ね、一応かぶりなしでゲットすることができました。かぶり1個もなし、7個ゲットしました。はい、いい感じですね。はい、それではこちら、購入グッズね、8000円分買ったんで8000円買わないとこれもらえなかったんで8000円分買いました。なのでちょっとそれをご紹介します。じゃじゃじゃん、まずはですねこちら、はい、もう必需品ですね。はい、タオル、はい、こちら今回のですね二次元の森で、使われた描かれたこのイラスト全員分です。全員の絵が手に入るっていうのがねめちゃくちゃいいですよね。これね絵が欲しいですね、この特製のイラストがね。ねだこの去年ねちょっと炭治郎とか主要キャラとか煉獄さんとか宇髄さんとかはですね、これまず忍ぶ義勇か去年と一緒なんですけど、新しく入ったキャラはね今回の新イラストなんで、おばみつと何にしてあるちょっと凝ってますね。あ、これもねだから玄弥と時藤さん、あ、これもほら忍ぶ義勇が隣とか結構考えてますね。根津子と考えてますねはいっていうタオルです。はい、そしてですねこちらがスマホスタンド、スマホスタンドがですね3種類あって、最初3種類全部買おうかとか思ったんですけど、まあちょっとさすがにやめました。はいでね煉獄さんとかも、煉獄さんとかも多分もうそろそろ最後だろうからね、出てくるのがねこういう感じで男の柱が、アクリルスタンド、スマホスタンド買いました。ちょっとこれはねスマホここに置きたいなと思います。そしてあとがですね
ネオンアクリルキーホルダー、スタンド付きアクリルキーホルダー、そしてネオン缶バッチ、そしてブラブラアクリルスタンド、そしてゆらゆらアクリルスタンド、そしてこちらが、ミニ色紙 B、 これがミニ色紙 A、 そしてこちらが、ダイカットステッカー A、 そちらがダイカットステッカー B という、こちらは全てトレーディング商品なんで誰が当たるかわからないので、それが楽しみでもあります。じゃあちょっと早速開封していきましょう。はい、じゃあですね、まずはね、これブラブラとゆらゆらから、ブラブラはねこの前買わなかったんだよな。これ実はね去年からあるんですよ。だから柄もね去年のキャラしかなかったんで、去年のやつかな、一瞬のやつなんで、あ誰だわかんない、誰だ、なんだおい、誰だ、花が出てきた、この花は誰だ、花は誰だ、おお、ブラブラ本体が出てこない、本体が出てこない、本体はどこだ、どういう仕様になってんだこれ。あ、来た、炭治郎です、炭治郎でした。おお、ちょっと待って、ちょっとつけてみる。はい、こんな感じでブラ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 するアクリルキーホルダーでした。いいっすねこれ、炭治郎いい感じで。はい、そしてゆらゆらいきましょう。ゆらゆら誰だ、前回ねずこでした、ん、あ出てきた、あ善逸です、やったすごい。前回ねこのゆらゆらはねずこ当たったんで揃いましたすごい、全ねず、全ねず揃い、これが大事ですね、全逸。はい、いやー、やった。いい感じですね。めちゃくちゃ運がいい。はい。そして、じゃあ、どんどん開けていきますか。じゃあ、行こう。缶バッチ。ふっ。誰だ？ふっ。お、イグロさん。しかもこれ、え？なんか、キラキラしてんだよ。あ、そっか。え？キラキラしてんのか。ネオン缶バッチだからキラキラしてるんだ。キラキラしてるのは普通でした。イグロさんです、二次元の森。そして次はネオンアクリルキーホルダー、この2020年の人、お、またイグロさん、イグロさん、ちょっとじゃあこの甘露寺さんのところにちょっとピッピッと入れといてやろう。じゃあ最後、こちらはん、これなんだっけ、ネオンアクリルキーホルダー、あれ入ってる、いた、誰だ、お、より10式、より10式が来ましたね。はい、ちょっとここまで結構いい引きじゃないでしょうか。ちょっと、ね、じゃあちょっとこのダイカットステッカー、ダイカットステッカーかけか、こういうのはね一番取りにくい。さあ2枚入ってる、ふっ、なんだろう、違う、1枚だった、全逸、全逸多いな全逸ね、このこれも当たったし、コースターも当たったし。はい、そしてじゃあ B は、新キャラたちですね。で、もうすごいね、イグロさん出まくり、確かコースターも当てたよな。はい、コースター当たってませんでしたねなので、ちょっとイグロさんはコースター当たってませんでした。一応せっかくなんでコースターみんな並べてみたんですけど、じゃあ最後色紙いきましょう。色紙もう最後ですね、これでね。色紙は誰だったのか取りづらいね、こんなに投げる。
ねずこです。ここまでちょっとあまり何も当たってなかったねずこね。でもこのあのゆらゆらあるんで、こうゆらゆらちょっと前去年の出してちょっと並べたいなと思います。じゃあ最後です。色紙の B、 ふっ、おお、時藤くん。今回やっぱ結構時藤くんのものがだいぶ手に入りましたね。まあ、ちょっとこのアクリルとか全然当たってないんだけど、この前言って映画村のねポスターとか全部時藤くんだったし、いやー結構良かったですね。はい、というわけで、二次元の森で買いましたグッズ、ご紹介しました。二次元の森まだまだですね。二次元の森まだまだ1月までやってますんで、はい、ぜひですね皆さん二次元の森に機会があれば行ってみてください。ではでは。